人それぞれ違うんですよ。みんな違うんですよ。才能も違うし、みんないろんなこの地球のこのパズルの穴をこう埋めてるので、ダンスもそうなんですよ。ダンス上手ければもう全てよし、そんなことのためにダンスあるわけじゃないですよ。ダンスは人とつながるためにあるんですよ。僕40カ国今まで回っていろんな各国の友達ができて、喜怒哀楽があって、同じ動物同じ人間なんですよ。僕が思うダンスの本質っていうのは、世界中どこに行ってもつながるものなんですよ。ダンスはなんかね、世界をなんか一つにするためにあると思うんですよね。やっぱり僕はそのダンスのその最大の魅力、これをね伝えるために踊ってると思ってるし、で今の僕のその使命感っていうのは、それを何か体現すること、背中で見せること、そして伝えること、でそれを未来に還元すること、それだけですね。はい、じゃあこれだけ